こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、人気のサービスから、ウェブサービス開発のアイデアを、学ぼうということで、今回こちらですね、出前館さんのサイトをちょっと一緒に見ていきたいなと思います。はい、では見ていきましょう。こちらが出前館さんのサイトになります。もう使ったことがあるというか、このマーク見たことある方も多いんじゃないかなと思います。たまにデリバリーの車にこのマークがありますよね。で、例えば、地域から探すとかで、自分が住んでる関東、神奈川、例えば、やゆよ、横浜市とかで調べるとですね、でもう本当詳細な住所が出て、ここに宅配ができるものっていうのがすぐ検索できるんですよね。これもすごいですよね。で、川崎焼肉小金、これ PR なんですけど、ナポリとかですね、この辺は大手ですよね。ガストさんも大手。実際この辺も普段から宅配をされてるのかも知れないんですけども、これを見ていくとですね、すごい面白いところは、通常、例えば公式のオンラインサイトではその宅配をしてないようなローカルの会社さんっていう、会社さんじゃない、お店っていうのがめちゃめちゃ見つかるんですよね。それがすごくないですか？だってこれまでそこのお店にしか行かないと食えなかったものが、この出前館さんを使うことで宅配をしてくれるようになるという、それがすごく魅力的ですよね。で、すごく面白い話を、テレビかなんか見たんですけども、もちろんこの注文が来たら、お店に連絡が行くんですが、それが、ファックスで来るんですよ。そこも面白いですよね。例えば、コンピューターと画面つなげて、インターネットが使える状態じゃないお店でも、ファックスがあれば、注文を受信できると。それも多分お店がこの出前館に登録しやすい理由の一つになってくるのかなと思うんですけども、あとはですね、その配達するの大変じゃないですか。よくおじちゃんおばあちゃんとかがされている美味しいお店とかもあると思うんですけど、それが配達って結構難しいかなと思うんですが、今後はですね、なんか新聞会社と連携をして、その配達員が、新聞の配達員がこの出前館の料理を運んだりだとか、そういったこともされていくという話を聞いたので、まだまだどんどん広がっていきそうですよね。最近だと有名だと思いますが、Uber Eats とか家にいながらその出前を取るっていうのが流行ってきてる中で、あんまり家に出れない方とかもいろんな近くにある、美味しい料理を食べれるようになるっていうのは、この出前館のサービスあってのことだと思うので、もし自分たちが、そういったのを作るとなると、すごいやりがいになりますよね。でですね、ちょっと会社情報とかもいろいろ見てたんですけども、加盟店は1万5000店舗突破ってことで、あまり実感が湧かないんですけど、すごい伸びてますよということで、これ公式サイトの、情報なんですけども、どこだっけな、アクティブ会員は、183万人いるそうですね。すごいですね、アクティブ183万人。でですね、ちょっとこれ、別のサイトさんなんですけども、すごい分かりやすくまとまったのでちょっと見させてもらおうと思うんですけども、売上の7割がこの会社っていうのが、いろんな他の事業もされてるそうなんですけども、もう売上の7割がこの出前館で上がってるというそうなんですね。で、売上高が約50億円49億円ぐらいある中で、この出前館の事業が34億9000万円ですかね、分占めているということで、全体のシェア 70%、もう毎年毎年、10% ずつ増えてきているということで、いかにこの事業がうまくいっているか、会社として伸ばしていきたいと考えているかというのが、すごく伝わってくる面白いデータになってますよね。こういったサービスとかも、今後自分たちがそのサービスを作るときにすごく参考になると思うので、できればまず1回でもいいので注文してみることをお勧めします。一度でも体験しておくと、何かああいうサービスあったなと思ったときに思い出せるようになるんで、ぜひやってみてください。今回はこれで以上です。
はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこれで以上となります。もし内容が良ければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。